タバコを吸いながら、いつでもつまらなそうに、タバコを吸いながら、いつでも部屋に一人、僕の好きな先生、僕の好きなおじさん、タバコと絵の具の匂いよ、あの部屋にいつも一人、タバコを吸いながら、キャンパスに向かってた、僕の好きな先生、僕の好きなおじさん、タバコを吸いながら、困った夜中をして、遅刻の多い僕を、口数も少なくしたりもさ、僕の好きな先生、僕の好きなおじさん。皆さんこんにちは、ギターで歌うチャンネルの小倉です。今回は陽気なですね、歌ですね。今原清志郎さんのですね、これデビュー曲なんですかね、僕の好きな先生。はい、この曲ですね、RC サクセッション、はい、に挑戦してみました。まあ今原清志郎さんが東京都下のですね、多摩地区にある広野高等学校ですね、都立広野高等学校に、通っている時の美術の先生、小林さんという先生をモデルにですね、書いた曲だということで聞いてます。はい、なんかほのぼのとしたですね、いい曲ですね。私も本当に考えてみると中学の時の先生が一番印象に残ってますかね。はい、まあ、いろんないい先生に巡り私も会いました。はい、ではこの曲にですね、今回挑戦してみたいと思います。オリジナルキューは ABC での D でした。で、今回はですね、マイナス2で、C でですね、はい、演奏してみたいと思います。で、オリジナルと同じキーで歌いたいという方はですね、C で弾いてもカポダンスと2フレットにすれば D になりますので、オリジナル通りという方はカポダンスとですね、2フレットにつけて歌っていただきたいと思います。使用するコードはですね、まあ、C ですけど、まあ、で出てくる順からして F、はい、で次は Em で C ですね、あと Am、G、D7、はい、以上6種類、6種類のコードを、使用いたします。はい、でリズムはですね、ちゃんちゃかちゃんちゃかっていうね、ただちゃんちゃかちゃんちゃんちゃんちゃかちゃんちゃかじゃなくて、こう跳ねるようにね、跳ねるようにですね、弾くということで、シャッフルね、シャッフルビートとかシャッフルリズムって言いますけどね、まあ、イントロはね、イントロっていう、なんかこう、なんで楽器なんですかね、豆腐屋さんが吹くような、豆腐の、ね、チャルメラじゃないし、なんか独特の楽器ですよね。はい、名前ちょっとすみません、調べなかったんで分かりませんが、これね。こんな感じですけどね。イントロはチャチャチャ。タバコを吸いながらで、最初はですね、ボーカルだけでですね、歌ってますね。はい。まあ
ボーカルだけで歌ってますけど、ボーカルもう直接リズムを入れちゃってもいいですよね。タバコ吸いながらいつでもつまらなそうに、タバコ吸いながらいつでも部屋に一人、僕の好きな先生、そらそう、僕の好きなおじさん、タバコと絵の具の匂いのあの部屋にいつも一人、タバコを吸いながらキャンバスに向かってた、僕の好きな先生、僕の好きなおじさん、タバコを吸いながら困ったような顔して、ね、遅刻の僕を口数も少なく叱りもさ、僕の好きな先生、僕の好きなおじさん、タバコと煙の匂いの僕の好きなおじさん、はい、タバコ吸いながらあの部屋にいつも一人、僕と同じなんだ、職員室が嫌いなのさ、僕の好きな先生、僕の好きなおじさん、タバコ吸いながらレッドセロコも僕に素敵な話をして、先生らしくない、僕の好きな先生、僕の好きなおじさん、タバコと煙の匂いの僕の好きなおじさん、はい、こんな感じですねはい、なんか明るい歌で、はい、今はね、本当にタバコの匂いがですね、全然街を歩いてても、しなくなりましたですね。私も20年間ですね、20年間タバコを吸って40始めで、まあ、ちょっと病気して、ちょっとですね、まあ、毒殺とかもかかったってこともあるんですけど、タバコをですね、やめて以来、もうそれから30年近くですね、もうタバコを吸ってないですけどね、まあ、あの頃はコーヒー飲みながらタバコを昼間はですね吸うのが、まあ、結構ストレス解消になったのと、夜はやっぱりどうしてもお酒飲むとですねタバコ吸いたくなっちゃったり、よくタバコ吸ってましたですね。私はショートホープっていうのをずっと20年間吸ってたんですけど、はい、今は本当にタバコの匂いをちょっともう忘れちゃったぐらい、で街を歩いててもですね、タバコの匂いが本当に今の日本はしなくなりましたんで、もう全然タバコとは本当に縁がすっかり消えちゃいましたが、まあこういう昔のですねタバコのを吸いながらねという学校の先生もですね、まあ、言いましたですね、はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。